どうもこんにちは、世界的 VIP 健栄です。さあこちらね、僕が持っている iPhone X なんですよ。今所持している iPhone の中で一番新しい iPhone X なんですけども、まあ最新のね iPhone といえば iPhone 11だったり11 Pro ですね。まあ別に購入するつもりはないので買ってないんですけど、なんとですよ、 iPhone X を500円で、あれ11 Pro っぽくねみたいな感じに見せかけるようなレンズカバーがあるというね情報を入手いたしましたよ。これどういうことかというと、 iPhone X だったり iPhone XS ですねに対応するレンズ保護カバーっていうのが発売されてるみたいですね。三眼カメラ、 iPhone 11 Pro ってここなんか3つレンズがついてるんじゃないですか。それ見たくできるレンズカバーがね売ってあるんですよ、500円で。面白いな。僕こういうなんか面白グッズとか好きなんで、ちょっと興味そそられるんですけども、ちなみに装着するだけで最新機種気分が味わえるっていうね最新機種買えよっていう話なんですけど、ちょっとしたなんかユニークグッズかなと思ってちょっと注目しております。正直な話、パッと見ね、遠くから見ただけだと絶対わかんないですよ。え iPhone 11 Pro 使ってるんですかみたいな感じに思われるんですけども、実は iPhone X だったっていうね、もう本当に人を騙すのにちょうどいいかなと思います。でめちゃくちゃね面白そうなグッズなんですけども、正直ね購入はねしないかなと思います。なんでかっていうと、このレンズ保護カバーって言ってるんですけども、なんとですよ、装着するとフラッシュのね部分をね塞いでしまうっていうね、ここですね、これを塞いでしまうので、あのフラッシュ機能が使えなくなるっていうね、もう非常にね残念な感じになってしまうので、僕は iPhone X で頑張っていきたいなと思います。 iPhone 11 Pro、何年か後に購入する予定でございます。以上です。お疲れ様でした。